はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボールイコールチャンピオンスキャンズ。今日もこちらのゲームを実況プレイしようと思います。さあ、ナショナルのガーディアンズがやってきたということでね。この前ね、レギュラーカードのね、ガーディアンがね、来たところだったんですけれども、まだあれから全然期間空いてないですよね。まあ、そんなこんなでね、とりあえずナショナルの、これはちょっとマジで欲しい選手多いんでね、気合い入れていきたいと思います。まずね、ちょっとね、内容の方だけ少し見ておきたいと思います。セクトスキル選手、持った選手が5名。で、そうね、クルトワが目玉かな。クルトワ、マルキーニョス、この辺が目玉なんですよね。いいっすね、僕、クルトワも欲しいし、そろそろね、ゴールキーパーね、更新したいですね。もう難攻不落、絶妙な前でどっちもいいよな。で、マルキーニョスもそろそろ更新したい。右サイドバックもできるんでね、ディフェンシブミッドフィルダーもできるし、結構いいですよね、これね、本当に。で、ファンダイクもね、一応ナショナルの持ってるけど、まあ、ここも僕更新したいなと思ってるのと、ルーベンディアスかなと。ルーベンディアスマジで欲しいな。ラポルテはやっぱなんだ、前のバージョンのやつの方がね、セレクトスキルついてるんでいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、モライスちょっと微妙やな。高精度フィー、ロングフィーだからね、もう一個の方が。で、ドンナルンマンもちょっと微妙か。なるほど。まあ、で、センターバックとかディフェンス陣がマジで欲しいんでね。アデリスト欲しいな。ユディガーも強いな。バランもええやん。はい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 。どの辺が当たりそうかな。まあ、とりあえず、この辺は多分無理やろうなって感じはするけどな。まあ、でもこの中で1人ぐらいはね、当てたいですね、今回ね。で、今回来ているガチャですね。ピックアップ、11連ガチャ、ガーディアンズ、インターナショナルズ2020年ですね。ライジングスタジアムの特攻ですとです。はい、2回、4回、6回、8回、10回とね。まあ、偶数で、必ずガーディアンが確定するということで。これいいな、マジな。でも1回目から引きたいですけどね、ということでやっていきましょう。で、ついでにね、今日はね、このシュートのコラボ記念の毎週1回弾けるやつね、日曜に更新されるんで、今日これ弾いておきたいなと思ってます。ということで行きましょう。まずはね、ガーディアンから行こうか。いや、無料から行こう。無料のシュートコラボから行きましょう。はい、ここでね、ちょっとね、ちょっと準備して、しっかり行くということで。さあ、星5引こうぜ。頼むぞ、お願いします。先だ。よし、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。こっからも多分ガーディアン出るやろ。雰囲気な？雰囲気出るぞ、これ。さあ、星5。ただ、金旗回らなかったです。まあ、わんかったけども、最近もうこれね、普通に赤旗から、金旗に昇格することめちゃくちゃあるからね。さあ、87、いやどこ行くんやったっけ、この選手。ループデヨングね。まあ、今季でデヨングはどっちも行っちゃうみたいな感じですけどね。さあ、どうだ、ここで上がらないか。91欲しかったな。OK。オタメンディが当たって、最後11連目。上がり幅は良くない。97、誰だこれ。オタビオ。攻撃的な選手かな。雰囲気ね。そうですね。オタビオ。絶対使わないですね。まあ、即売りでしょうね、これは。はい、ということで、では行きましょう。今回のメインディッシュ。ガーディアンズね。行こうかさ。まずは1回目ね。1回目は微妙やからね。とりあえず引けるかどうかもわからんし、ということで行きましょう。さあ、金旗、前、回ない。星4の当たり良そうな気がする、これ。いや、でも、回ってる銀玉の色はあんまりないけど、引いた。くそ。いやー、せめて特攻くれ。せめて特攻な。お願いします。星読んでもいい。特攻。特攻来い。さあ、リンガード。そして、9連目。お、ここで一気に上がった。あー、一応特攻来ましたね、これ。グリク。懐かしいな。グリク。そして11連目。うわ、星読にならんかった。やっぱり、スモーリング。いや、もう最悪な結果に終わってしまった。ということで、行きましょう。2回目。もう、ここはガーディアン確定ですからね。いつもなんか、この流れで引いたらいつも悪いの当たんねんな、マジで。まあ、でも行こうか。なんか、グレード100にもいかない気がするけれども。お願い、金旗待って。よし！まあ、これでね、とりあえず、ひょっとすると、ね、ガーディアンじゃないかもしれない。この金旗のやつね。星5の数。まあ、とりあえず、この、なんか2枚ぐらい抜いてほしいな、金旗。さあ、どうだ、何枚抜ける？ 1 枚ですね。はい。ちょっとね、そこはちょっと欲張りすぎやな。さすがに。さあ、楽しみだぞ。とりあえず10連目まで、ガーディアンが出なかったらチャンス到来ですよね。10連目とかで星5のガーディアンが出ちゃうと、最後はね、ちょっとね、残念なことになりますけどね。よし、ラッシュフォード、これは嬉しい。あれ？来たぞ。最悪や、最悪や。待て！OKOKOK、おたびよ。さっきも見た。なんでこんな同じ選手当たんのやろ。まあいいや、はい、最後のガーディアン、さあ、上がり幅は、まあまあ、パウトーレスかよ。あ、でも、パウトーレス確か結構持ってたはずやねんな。106。まあ一応、あん中に映ってる選手、テクニック系でしょ。テクニック系のセンターバックって結構希少価値高かった気がすんねんな。まあまあまあ、ありちゃう？
OK。 まあ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 、まあ、パウトーレスね、今後のねやっぱりね伸び幅もね期待できますからね、パウトーレスに関してはね。さあちょっとねパウトーレス、ひょっとするとこのパウちゃんフュージョンやっぱいるわ。このパウちゃんは64、上限めっちゃ解放できんで、ね、やばないこれ。いやめっちゃいいやん、やばない。一応フュージョンしちゃおうね。おお、上限75まで上がった、すごくないこれ。なんか別の意味で興奮してる今な。あ、でもちょっとパウトーレスのあれがないんだよな、フュージョンというか、今フュージョンするあれね、なんだ、グローリーか、グローリーがちょっと数少ないんですよね、そこ問題やな。ただ上限レベル一気にこんだけ上げれたから。おい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 、パウやるやんけお前、マジか。来てるぞ来てるぞ来てるぞ、さあどうだパウトーレスって、あー銀か。いやあ、でもなんか、もうスピードか、微妙やな。オフェンス 15%、OK。これなんや、ファイター。後半開始時にスタミナが回復し、ディフェンス値が 30% アップ。これ僕、レギュラーに入れれるな、普通に。でもただ、そうやな、ちょっとあれは解放したいところではあるけどな。まあ、とりあえず上限2個上げとこう。76やね。やばない ?6 も上がったね。お、ラッキーやな、パウトーレス残しといて。ここ彼が伸びると思ったんですよ。ね、今、チーム的には、あっこやな。どこやったっけ、ビジャレアルやんな。で、ひょっとするとビッグクラブとかにも行きそうな気するもんな。なんか、チェルシーとか行きそうな。めっちゃ似合いそうやもんな、チェルシーとか。感覚的にチェルシーとかが取りそうな感じがする。はい、OK! ということでね。まあ、悪かなかったんじゃないでしょうか、これね。で、ちょっと最後にね、ちょっとこれだけ行かしてください。星3キラゲ確定のグローリーガチャ。これちょっとね、キラはやっぱ大事よ。つうことで、行きましょう。これ引いて、ちょっとね、まあ、イベントのやつはまだね、貯めときたいです。いや、誰やねん、これ。見たことないわ。ベンフィカか?ちゃうわ、スポルティングプラグや。誰やねん、これ。イカルドールだ。もうわからん。はい、なんかキラの無駄打ちしてしまいました。いやー、残念。はい、ということでね、なかなかいい結果だったかな。まあ、パウトーレス当たったんで、正直なんか上限6も上げれたんで、これちょっと使えるかなってところで、まあ良かったんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。